どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。Yes. はい、今日の動画は何でしょう。ゲーム、キャッチコピークイズ。おお。キャッチコピー、はい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 、はい、前回アニメキャッチコピーというのをやったんですが、うん、そこに結構ゲームのもやってほしいっていうコメントがいくつか来てまして、ほうほうほう、ありがとうございます。今日はゲームをやっていきたいと思います。ほう、ゲームもあるのか。まあ、確かに、ね、ゲームの方はね、多そうな感じはありますね、調べたら。なるほどなるほど。へー、なんかどんなのがあるかあんまりイメージが今ね、最初だとつかないけど、そう、おしゃれなやつもあったりね、いろいろ分かりやすいやつがあったりしますが、まあ、キャッチコピー出して何の作品か当ててもらうと。なるほどなるほどなるほど、うん、いいねいいねいいね、気になる。やっぱあのシリーズだと2とかにそれがついてたりもするんですよ。要は2と1で違ったりもあるんだけど、まあさすがにちょっとそれ難しかったりすると思うので、まあそのナンバリングタイトルはなしでもまあ正解にします、今日は。ワン、ツー、スリーとか別になくても、ワン、ツー、スリーとかなくても当たったらプラスってこと。作品自体が当たってたらね当てにいけるならまあいいけど適当につけてくって感じでしょ。いけんの、ツーとかで、ツーとかスリーとかで絞っていけんの、ケイさん。外したらでも心象はすごい悪いですね、やっぱスリーとか書いて端ポイントね、端ポイントはすごい加算されるよね。端ポイント本当にあれ嫌だからね。ああ、そう。本当に恥かくんだから、このチャンネルはいかに恥かかないかがもうテーマだから、俺。いや、君だけで恥かけに行ってるの、別に。そんな別に別にね、気づいたら恥かいてんだから、ね、恥かかないに行きたいです、今日もね。はい、お願いします。では1問目、はい、はい、こちら。ん、何、宇宙初奥スクロールアクション、うん、奥に、でもこれじゃない、これはもう分かりやすい系のね、なんかキャッチコピーですね。まだあれ説明というか、これで合ってる、ちょっとこれで違う、ちょっといや、はい、うわー、これどっち狙おうかな。いや、俺ね、2個浮かんでんのよ。あ、初か。えこの宇宙っていう単語意味わかんないよね。いや、それなんよ。だから宇宙系の作品なのか、はたまたってことでしょ。ただただつけてるだけのパターンもあんじゃん。まあ、世界初的なことだね。そう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 。いや、でも2個これだったらこれじゃない。あ、これなの。でもこれが一番最初なのかな、そもそも。はい、俺もちょっとな、自信なくなってきたんだ。 K さん、バーン、スターフォックス。いや、そうなんだよね、それも浮かんだんだ。スターフォックス、オックスクロール、うん、はいはいはい。スーファミのやつね、スーファミのやつ。はいはい、ほんとね、あの、うん、ポリゴンね、ポリゴン。スーファミじゃなかったら、じゃあバツでいいんですか。いやー、宇宙初だから最初ってことか。スーファミだったら、じゃあ2点もらえんのかな。そんな加算しに行くね、加算しに行くね。では高橋さん、はい、バン、クラッシュバンディク。クラッシュバンディク、はい、いやー、ちょっと悩んだんだな。確かにオクスクロールだな。なんか宇宙初とか言いそうだし、なんか、うん、そうね、ね、うん、ちょっと分かんねえな。正解は、はい、クラッシュバンディクです。やっと、マジか。まあ、来たじゃん。スターフォックスとかはあれになっちゃうのかな。あの、まあ、シューティング知らないんだけど、そう、シューティングになりそうだよね。そうなんだよね、多分アクション、スクロールアクションではないよね、多分ね。うん、やっぱ奥に行くあの感じはやっぱクラッシュバンディク特有だもんね。あー、そっか。そうね、そうね、確かにそう。いや、完全に宇宙に騙されたね。うわー、やられたね。やってくんだよ、クラッシュバンディク。そういうことはない。クラッシュバンディク、ね、あれ宇宙なの、あれ。宇宙初、まあ、だ世界初みたいなことの方じゃないですか、ね、あ、なるほどね、うん、そうそう、それの表現をね、大きくなってね、うん、はいはい、あ、来た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 ぜ、クラッシュバンディクー、クラッシュバンディクークラッシュバンディクー。怖いんだっけ、なんか、そう、なんか変、怖いんだよね。そうそう、オープニングでなんかコマンド入れるといきなりムービー入んの。実写、しかも実写の。懐かしいわ。はい、では次、こちら。おお、これはそうだろ、うん、これあれだよ、あれなんだっけ名前。いや、俺もちょっと怪しかった今。まあ、これだよね、確かね。あれ、これだよな。あれ、こうだよな、確かに。わかるんだけど、いざ出せって言われると。ナンバリングつけといた方がいい、ナンバリング。できんの、できんの、これで。こっからいけんの、ナンバリング。やっぱこっちじゃない。はい、では、ケイさん、はい、バン、モンスターファーム、一番最初のやつ。あ、ワンね。ワンって言わないかもしれないけど。はいはい。高橋さん、
はい、まあ、モンスターファーム。もう僕はナンバリングとかその変に恥をかけに行きません。モンスターファームです。え、いいの？モンスターファーム。いいの？点数もらえるかもしれないのに、いいの？いい。え、だって外したらそれ何点マイナスでしょ？そう。ただただ加算。だってそれはそうでしょ。だってただただ加算。その2人で決めてくださいよ。ね。ただただ加算だったらそれは書くよ、それは。ただただ加算ならね。外したら外れだよ、だからそれ。そうなの？俺は2でも正解だから。じゃあ外したら外れにしましょうか。そうだよ、外れだよ。書かなかったら、そうそう、シリーズ挑戦権っていうね。そう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 。ああ、え、書かない、そういうことだよ、それは。ナンバリングしないで当てたら普通に行ってもらえるの、ね、まあ1点普通に。でナンバリングしちゃって当たったら2点もらえる。2点だね。でも外したら0、うん、0。うわ、じゃあ又吉さん決めたからそうしましょうか。そうでしょ、まあ、それはね。でも俺はって今書いちゃったよ、ここに、あのホワイトボード。どっちでもいいですよ、だ消しても。じゃあまあ今ね、今決まったからね。いや、じゃあでもいいよ、行くよ、俺はこれで逆転しに。いや、やばいね、それ1だったらやばいな、それ逆転トリック。なるほどね、負けてるから、ね、逆転可能システムね、これね。はい、まあ俺じゃあ俺は普通に。では正解は、はい、はい、モンスターファーム、はい、ツーです。ふざけんなよ。やば、やば、マジかよ。めっちゃおもろいんだけど、それ。もう外したね。言うてワンかと思ったでしょ、多分。確かに言うてワンだと思って、俺も、あ、やばいな、これ同点になったなって思ってたもん。いや。マジおもろい。マジツーかい。ツーかい。なんでだよ。なんでこれツーなんだよ。ツーかい。ワンじゃないの。待ってろよか、待ってろよが、なんかまあ、あ、もう一回出てるからこそか、もうなんかあれっぽくね、そのシステム知られてるから、ある感じあるよね、はいはい、確かにそうか、言われてみれば。2かよ。2じゃねえかよ。かけたのに外れてる。あー、外したー。もうケイさん、ここから逆転システム狙っていくしかないじゃん。やばいじゃん。2点2点2点とかいかないと。俺ちょっと固くいくわ、もう今日はね。では次、はい、こちら。おお、いいね、これはわかるよ。え、何これ、わかんない。これはさすがにナンバリング無理だろ、これ。え、そもそもわかんないよ。あ、聞いたことない？ない。嘘。いや、でも聞けばわかるよ、多分。答え聞いたらあーってなるよ、多分。これいいよね。ね、動画でも言ってた。うん。ちょっと俺が知らないやつだな、じゃあ、きっと。いや、知らないことはなさそうよね。うん。動画でも俺多分これ言ってたと思うけど。まあちょっとやめよう、ヒントだね、ヒントだね。うん。だから俺がここ、ほんと攻めに行って、ナンバリングするパターンもありでしょ、だから。ありよ。そしたらもう結構差つけれるよ。大差つくよな。いや、でもちょっとさすがにこの、これナンバリング無理だろ、これ。でもまあ、そういうこと？そんだけいっぱいあるってことだから、このシリーズってことかな。でもちょっと確証がないからな。ヒントになっちゃったか？でもナンバリングでも私つけますよ、だからこれ。そしたら追いつけるね。すげえな。狙いに行かないといけないからね。狙いに、ね、だけど、ちょっとシリーズ多すぎない？もし俺が思ってるやつがそれだとするなら。うわー、わかんな。俺の中でも、でも2択なんだよな。2択？そんな多くない作品。じゃあ俺がこれ作品違う説もあるな。まあ、一旦や、一旦これ言ってみよう。はい。一旦とかないんだけどね。もうこれやったら次なんだけどね。一旦。はい、では。はい。K さん。バン。ストリートファイター4。ストー4。4。4。4でいいの？結構新しめいったね。なんかね、やっぱね、なんか1とか2とか3とかはさ、ちょっとスーファミらへんじゃなかったっけ？ 3 はスーファミだっけ？忘れちゃった。なんかプレ2とかプレ3とからへんでしょ？ 4 って。もう4は結構新しいね。そうね。でしょ？やっぱここらへんぐらいからだね。はいはいはい。そのちゃんと出始めた感じ。なるほどね。では、高橋さん。バン。ストリートファイターシリーズで。あー、ナンバリングしないと。ナンバリングしない。これね、でもね、多分ナンバリングするなら1か2。いや、1が分かんないんだけど、でも 2でよく聞いた気はするんですよ、これ。なるほど。このセリフ、リュウのセリフだよね。ただちょっと2を書く勇気はなかった、さすがに。いっぱいあるから。2択なんだけど、俺の中だと。ケイさん4でしょ？ 4 結構新しいよ。結構新しいよ、4って。そう、やっと6が出てんだから。やっと6出てて、ずっと5のシーズンが続いてた。そう、俺ずっと見てるから、ストリートファイターのチャンピオンシップシーズンね。正解は、はい、ストリートファイター。うん、2です。うわー、2書いたかよかった。書いたかよかった。
ただたけしさん1点、けいさん0点です。マジで勝負に出続けてずっと負けてる。4は俺より強いやつは出てきたかってやつですね。ああおもろいね。違うんだ、ちょっと変わってんだ。ちょっと変わってんだ、うん、そう。6とかは私より強い方に会いに行くとか、ね、ああ女性がね。そういいよね。はいはい、あのあれだよね、一番新しいのあれだよ、作れんだよ、うん、キャラクターを。主人公違うってこと？そう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 、あの要は主人公龍じゃないの？あちょっと俺も6は分かんないんだけど。6が最新？6が最新。うん、ね、それこそね安藤さんが今やってんじゃない？だからあのやってるよね。ね、そうそうそう、また多分ラストの最終戦でやるんじゃない？アナウンサー。うん、だから私より強いやつに会いに行くは、うん、安藤さんのセリフですね。だから、うん、そうね、そうそう言ってるもんね普段から。やっぱり言ってる。言ってんの？私よりすごいアナウンサーに会いに行く。ワイルのって聞いたことない。怒られそう、ごめんなさい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 、言ってないです、言ってないですからね、ごめんなさい。言ってない、怒られるの、いいのか。大手事務所様だぞ、俺らが口出ししちゃいけない。大手事務所様のアナウンサーさんなんだからさ、ダメよ、そんなこと。この動画見られないことを祈ってます。本当に見られない、ダメだよ。すいません。では次こちら。え、何？毎日が宝石だった。クイーン中ナンバリングあるかな。これか？ちょっと俺攻めるわ。これでも高橋さんに有利かも。あ、本当？うん。全然わかんない。A さんはそんなわかんないかもね。マジか。絶対わかんないんだけど。でもナンバリングある系なんだ。でもめっちゃいいわこれは。いいんだ。うん。これでまあタイトル聞いたらまあいいね、なんか。いや、じゃあ俺これで行ってみよう。確かにこういう感じはあったんだよな。これだとしたらすごくいい。なんかヒントください、ヒント。今すごい負けてるんでヒントください。あ、ヒントは任天堂じゃないです。任天堂じゃない、だから任天堂じゃないと思う。だから プレステとかそっちの方ですね。マジか。なるほどね。Kさんは任天堂の方が詳しいからむずいとは思いますけど。任天堂の方がね好きだもんね、Kさん。だとしたらでも俺もそのヒントも今もうこれ合ってる、今のところ。これだったとしたら。プレステの方でのこういう系、うん、だから発掘系でしょ。発掘系。発掘系って何？そんなのワードある？そんなあったっけ、そういうジャンルって。格闘とかアクションとかあったけど、発掘ってあった？発掘系って何？発掘ってあった？どういう系の話？発掘系でしょ。そんな掘っていくゲームあった？発掘系のゲームでしょ、だから要は。ちょっと待って、全然わかんないな。いや、宝石発掘みたいこと？マイクラみたいなね。なんだそれ。なんだそれ。マイクラが、マイクラじゃないじゃん。マイクラじゃないですよ、だから。マイクラじゃない？マイクラみたいな。俺やったことないけど、これかな。俺やってたら、こういう系のゲームは得意ではないというか、あんまり好きではないゲームなんだけど。こういう系は好きではない。そう、ちょっと苦手です。すごい苦手とかね。間違ってたらただ万丈夫に言っただけですからね。ねえ、そのゲーム好きじゃないって言っただけ。今のはちょっとなしにしてください。今のはちょっと意味が違いますかね。伝えたかったことちょっとニュアンス間違えただけなんで、まあ。あんまやんないってことだよね。そう、あんまりちょっと苦手。やったら面白いかもだけどってことだよね。あ、いや、はいはい、こういうやり込んでいく多分ゲームはちょっとそんな得意じゃないというか。やり込んでいく。何？いやって言わなくていいね。何を書いてるんだじゃあそれ。これでしょ多分。だからこれの、はい、でナンバリングだから大事なのは。もう絶対やってくんだなこれナンバリングを。よしじゃあこれだ。来た。もうまだ勝つならやんなきゃやめか。ねえ、そうだね。ではケイさん、はい。僕の夏休み2。ほう。漢字があるんですか。うん、いや、あのただ休みを棒入れちゃったからこれ。夏体ですそれじゃあ。夏からだみって書いてる。今消しました。だからちょろちょろって消して。僕の夏からだみでいいですかじゃあ。はい。僕の夏からだみ2で。僕の夏休み2ですよ。だから。2出てんだ。はい、僕夏。ちょっとこういう系やったことないけどね。はい、要はさ冒険とか探索するんでしょ、はい、これきっと。はい、発掘系だろこれだから。発掘系がだから分かんないけど初めて聞いたけどそのジャンルは。でもちょっと僕があんまりこういうのが得意じゃないからさあれだったんだけど。はいはいはい。こういうやつ、ね、冒険とかっていうなら他のゼルダとかの方が十分冒険ですよね。ねえすげえ冒険系発掘系って言ってるけど、まあ任天堂じゃないって言ったからさ。まあね、そうね、はいはいはい、では高橋さん、はい、僕の夏休み、まあシリーズで
これはもうちょっとワンツー分かってる、まあ、勝ってるしね今。そうそうそう、まあここはやっぱりお気に入った方がいいと思うんで、はい、僕の夏休みのシリーズ正解は、はい、うん、僕の夏休み、うん、2です。やったー当ててきた、当ててきたぞ。ただ問題は僕の夏休み、うん、全部ひらがななんですよね本当は。え？そうなの？あ、まあ、俺も漢字で書いてるけどね、夏休みだ。結果、まあ、じゃあ今日はしゃあないか。そうそう、しょうがないな。じゃあまあ2に2点、タレス1点。1点、はい、はい。俺今4点です。いいよねこのキャッチフレーズね。いやいいね。いやこれね、だったがいいね。やっぱ昔を思い出すためにみんなやってるわけやからね。そう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 。おじさんたちが。ね、毎日が宝石じゃなくて、だったがもうポイントだと思う。そう。めちゃめちゃすごいわ。なるほど、ね、いや確か2の方が やれること多いんだよ。そうなの、面白いの。そうそうそう、これ、いやおもろかった覚えがあるな。へえ、うん、なんかあれ2だったかな、あの海入れたりするんだよね。1は確か入れないんだけど、ああそういう、まだそうそうそう、入ったら危ないよ、クラゲ多い時、クラゲ多いの。じゃあ1はクラゲ多い時期とかじゃないですよ別に。なんで別の時期でやれよそれ。夏は大体いるだろそんな、なんでだよ。別の地域でやってくれよそのゲームデザイン。なんでそれそこの設定にしてんだよ。じゃあまあ川とか山とかがあのメインだった気がする。そう、でなんか今やってみてえな。いやこれやりたいな。で夏休みっつっても多分本当になんか昭和世代とかの夏休みだよね。もう山とか今の世代の子はだってもう都心なに、本当にお台場行こうぜとかじゃないの。もうそんなお台場冒険王とか出てこないです。そっちやお台場冒険王、俺の夏休みね、俺の夏休み。いやちょっとパリピ感出すな。ちょっと陽キャ感出すなよ僕の夏休み。いやなんでお台場冒険王行くんだよ。そっちじゃない。行くなよそれ。ゆるかもめ飲んな。僕みんなでスイッチ持って集まろうぜみたいな。いやそれはだ今の子だよそれはもう。それも素敵だけど。それも素敵だけど、どっちかっていうともっと田舎の方のね、夏休みの過ごし方のイメージだよね。だからその我々世代でも体験あんましたことないような、もうがっつりこの田舎の夏休みっていう感じだね。ああでも俺そうだったけどね小学校の。あ、ケイさんそうか。じゃあ逆にそうか。じゃあケイさんは逆にもうハマんじゃない、懐かしいってなんじゃない。いやでも本当山、いやでももう大丈夫よ、リアルでやっちゃったから。あ言ってたね最近。でももう大丈夫よ。やってたじゃん。僕の夏休みツイートしてたじゃん。ねえ、川行ってなんか魚食ってた。そうそうそう。でも小学校の時は一番そうだからね。3、4週間ぶち込まれてたからさ。めっちゃやってんじゃん。僕の夏休み K やってるじゃん。いいね。ナンバリング。ナンバリング K やってんじゃん。子供の時は結構ガチでそうだったからね。はい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 。めっちゃいいじゃん。そうそう。で、何歩数で決まってんのよあれ。例えば歩数か時間かステージまたぎか忘れたけど、探索してんじゃん、タンタンタン、で場面変わる、タンタンタン、で場面でだんだん夕方とかになってくる、日が沈んで、はい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 、はい、でもう夕方ぐらいになるともうどこにいたって、あいた僕くん、そろそろご飯の時間よって言って急に山奥とかにお母さん出てくるの。びっくりするのあれ。お母さんだったかその親戚の人だったか、どこにいようがそのお母さんが迎えに来るっていう。役目場ぐらい怖いじゃん。ママね、ママ ね、イザベラ来るみたいな。イザベラ急に来るみたいな。いや怖い怖い、ほんと怖いよ。そうで、あ待って、カブトムシ最後取り行けるかなって思ったらギリギリ足んなくて、ワーク君ご飯の時間よみたいな感じで来る。怖い、あれびっくりするからな本当に。ああ時間になっちゃった、して夜になってまた次の日みたいな。夏休みの期間中だけでそのやりたいこと、いやどこまでできるかみたいな。そう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 、おもろいおもろいよ、やりたいよ、そうそう、おもろそうだね。うん、じゃあもうちょっといきますか。はい、もうちょっと、はい、こちら、えこれもナンバリングあるかな、一応ある作品ではあるね。空前絶後のバッサリ感、何これ、どういうこと、バッサリ、何バッサリって、バッサリ、これむずいな、これなんだ、これ、まあ、あっち系ですね、任天堂じゃないですね、任天堂じゃない、はいはいはい、あ、じゃあこれだ、来た、これじゃない、うわ、結構ナンバリングめっちゃあるよね、めっちゃあんのかな、え違う、じゃあ俺はそんなにわかんないけど、ちょっと、え、なんだ、めっちゃあるでしょこれ、あ、じゃあ違うかもしれない。え、なになに、そうなってくると違うかもしれない、書いてるものが、まあ、結構あるかな、めっちゃあるよね、結構ありそう、なんだ、結構ありそう、結構ありそう、なんかめっちゃって言ってくるから、ケイさんが、いやめっちゃでしょ。めっちゃと結構はま若干違うもんな。めっちゃあるでしょ、だってめっちゃ、結構あるね。あるでしょ。固くなだな、そこ。
まあこれ作品を当てるのもね大事よな、そこで確実に取るのは、ね、これ何、何バリが出てんの無理だからな、ここら辺やっぱここら辺かな、え狙いに行くんだ、え狙いに行くでしょ、えやばよし、うわちょっとあれケース今2点だよね、そう2点私2点しか2点なのケース今2点だのって言われてるしょうがないでしょ、思ったより少ないですね一回決めただけだからまだいやどっちに行こうかなこれ二択なんだよな今、うーん、いやこっちKさんこっち書いてるだろうからこっちで外れだったわ、いやでもこっちで最悪1点差か、ちょっと俺も打算的でいくわ今日、ダサいだダサいダサいやん、いつもダサいわそんな言ったら打算的だよ打算的いや攻める、ちょっとこれ聞いたことあるけどやったことない、うん、はいお願いします、では高橋さん、はい、番戦国バサラ、あー戦国バサラ、はいはい聞いたことあるけど、なもうバサリでバサラやったことない、あの無双っぽいやつですよね、まあそっぽいって言ったら怒られちゃうかもしれないです、まあそっち系のね、うんうんうん、雰囲気がね、うん、では K さん、番三国無双2、絶対 K さんそれ三国無双書くと思った、三国無双2、そう、はい、だここで俺三国無双書いたらワンチャン1点差になるかなと思ったんだけど攻めました、戦国無双、あ三国バサラ、せあさ三国せどれ三国バサラ、三国バサラじゃないです三国バサラないでしょゲーム戦国バサラ、戦国バサラ、はい、正解は、はい、鬼武者ございます、鬼武者か、鬼武者か、鬼武者よ、わー確かにバッサリ感あるわ、ワンかバッサリ感あるわ、バッサリ感あったわ、忘れてた、これ当てれたな、悔しい、戦国バサラやったことないのに書いちゃったじゃあラスト、まあ、はい、当てたら、まあ、じゃあちょっと計算寄りの問題いきます、はい、こちら、えいや分からんな、ちょっと待って全然分かんないんだけど、何どういうこと、計算寄り寄ってるこれ、寄ってってはいるかな多少は、旋回、まあヒントはあるね、え分からん、旋回、あれこれってそうだよな、確かこれってそうじゃなかったっけな、このゲーム、ちょっと俺は分からん、まあまあ俺の負けはもうないから同点だから、そうねナンバリング当てられても同点だもんね、うん、そうそう同点だから、はい、ちょっと書きました、はい、なんか違う気がするな、これじゃない気もするな、でははい、もう行くのいやまだ書いてんのね、書いてんな全然、いやちょっと今ね悩んでます、ナンバリング、ナンバリングというよりは作品もそうだけどね、あもうそもそも、いやこっちじゃないのかな、なんか違う気がするな、こっちかどっちかっていうと、あこれだ、うん、これだきっと、はい、すごい、では高橋さん、はい、番風来の試練、風来の試練、なんか変わんじゃなかったダンジョンが、そうなの、俺尊敬やったことないわ、えやべえやべでは K さん、はい、バンドラクエ5、ドラクエ5、うん、変わるんだ、え変わんないんだけど、その、うん、ドラクエ5は確かその結婚相手が選べるんですよ、はいはい、で要はそれによってなんかあの子供のなんかな、髪の色が変わっていろいろあったし、ああいろいろ違うんだ、えそれドラクエ5だっけな、それ正解は、はい、はい、トルネコの大冒険不思議のダンジョンでした、違うやん、違うやん、たかしさんの発想の方が近いですね、だからダンジョンが変わんのよねえ、でしょほら、あのダンジョン系のやつってもう入るたびに変わるみたいなさ、はいはいはい、チョコボの不思議なダンジョン、風来の試練もそうだったかも、確かになんかそんなイメージあるよね、あー、うん、あーそっち系か、じゃあニュアンスは合ってました、ニュアンスはめっちゃ合ってると思う、あーイエーちょっと違ったな、たかしさん勝利です、はい、イエーこれ面白いですね、おもろいね、これだってまだまだあるでしょ、うんね、まだまだやれる、まあ、いっぱい用意してたから、ねえ、これやりたいわ、これまたやりましょう、ね、おーい、またやってまた K さんにはナンバリングで攻めてほしいですナンバリング攻めてなきゃだって勝って、まあ、同点か、うん、そう同点同点だったのかな、ナンバリング攻めてなきゃ、いや同点だった、1個外してるからな俺、あそうか、K さん何、1、2、3か、モンスターファームとストリートファイターと、あー確かに最初外してんだもんね、そう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 、うん、そこで歯車がもう狂ったの
またやりましょうね、はい、うん、はい、今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。はい、じゃあタミちゃんも見てください。明日も楽しみ、またね。ケイさんまた攻めてください。僕たちお願いします、海賊団と申します。